92式不評法は、1920年代後期から1930年代初期に、かけて、開発、採用された大日本帝国陸軍の不評法。一個不評大隊に対し本法二問を要する、大隊法小隊が付随するため、大隊法の通称を持つ。92式不評法従来使用されていた11年式、弊社不評法及び、11年式局社不評法を、 統合後継する方として開発された。11年式弊社不評法は、後継が 37mm と小さく榴弾の、威力は限定的なものであり、11年式局射不評法は、榴弾威力は高いものの迫撃砲のため直射が不可能であるほか、前装式で二重装填事故を起こしやすいのが欠点だった。本法は11年式局射不評法と、 同口径で榴弾の威力半径も同等であるが、弊社、局射双方が可能であり、五葬式で、らしき弊先を持つ、通常の下方の形態となっている。他の野方、三方、軽榴弾砲等と比較すると所速は低く抑えられ、その分段柄が薄いため、榴弾の策略量は多かった。他方、低所速のため後径 70mm ながら、鉄鋼弾の威力は低く、 100メートルで30ミリメートル、500メートルで25ミリメートル、1000メートルで20ミリメートル程度の貫鉄力しか持たなかった。そのため、対戦後半には、成形作薬団の三式戦交榴弾が多数、生産、配備されている。また、弊社、局車両用の加工として開発されたものの、実際の性能としては、方針が約11口径と短く、 初速も低いため、命中精度は、連帯砲として、不評連帯に配備されていた41式3砲などと比較すると、特に劣り、射程も短かった。また、大口径ゆえに発射音、発砲炎とも2台であり、弊社で直接狙える1、2砲を据えると速やかに敵の応射を受けることになるため、実質的には、当地下等の銃眼潰しや、自衛戦闘を除いて、 弊社で射撃を行う機会は少なかった。これらの点から弊社の機能を持たせたことで通常形式の過報としたことに対し代替法は軽量な迫撃砲形式にすべきだったとする批判もある。弾薬は反固定式となっており装薬量は弾道に合わせて数種変更を選択して使用できるようになっていた。薬莢は再利用可能で発射の度に 薬協定に点が打たれるので、使用回数が分かるようになっていた。クランク式の車軸を持ち、高姿勢、低姿勢を選択可能であり、なおかつ低姿勢でも、曲射可能なことが特徴である。高姿勢ではプラス13プラス70度、低姿勢ではマイナス6プラス51度の不行が、可能である。車輪は初期には、複数の後半を円形につなぎ合わせたものであったが、 敵陣への接近時に車輪がきしむ音が気になるとの理由から、1935年1月、1枚の後半を円形に打ち抜いて製造し外周を木製としたものに正式改正された。その後、日中戦争においてこのタイプの効力不足が指摘され、1939年、陸軍造兵省名古屋工賞が施政した木製スポーク式の車輪に再度改正された。 一枚もの後半製の車輪も、終戦まで使用されている。1930年代後期には迫撃砲である97式局車不評法が正式化されたものの、ストークブラン式迫撃砲の特性として、命中精度が本法と比較して、さらに劣るため多数の弾薬が必要になること、前装追発式局者法であり、弊社が難しく銃座潰しや大車両射撃でフリーなこと、 および本法がすでに広く普及しており、改変に際して訓練や戦術を変更する必要が生ずることなどの理由もあり、また97式局者不評法自体が92式不評法の代替、後継を目的としたものではない、限定的な運用を前提として正式化された不評法であったため、本法を全面的に更新するには至っていない。本法は、 大阪陸軍造兵将と名古屋陸軍造兵将で推定約3000門が生産された。高姿勢状態の92式不評砲棒立ては欠落している。クランク式車軸の様子がよくわかる1920年代、中頃から不評砲の使用任務として、機関銃では捕捉できない敵陣地の制圧に加えて、対戦車防御が掲げられるようになったが、 当時配備中の11年式弊社不評法では、対戦車性能が不十分であることが提起された。陸軍中央部は1928年11月、11年式弊社不評法の整備は、現在の程度に止め、新たに兵局者療養法を平時より、常設手段すべてに整備することを決定した。あとに92式不評法となる兵局者兼用。 合計 70mm の系譜標法は1928年に陸軍技術本部にて研究を開始、1930年3月姿勢系譜標法の第一号法が竣工した。同年6月にかけて各種試験を実施、その結果を受けて回収された姿勢第二号譜標法が翌1931年5月竣工した。同年九月から第二号法の実用試験を 実施した陸軍不評学校は、姿勢系不評法と姿勢不評随伴法及び従来正式の弊社、局車両不評法の比較報告を行っている。この結果、姿勢系不評法は弊社不評法と比較して重量は倍化しているものの、運動性に大きな遜色なく、局車不評法と比較すると運動性に劣り、形態も大であるので、 第一線中隊付近に使用するには、一向要するが、敵前中距離にある、連大隊長の側近法としては、局者不評法に勝ると判定された。不評随反法との比較では、射程、弾丸威力においては劣るものの不評法として、十分であり、運動性において勝り、精度においても勝る場合がある、ただし対戦者法として劣ることは免れないとしている。以上のように、 軽不評法は、不評大隊長の側近法として適当であると認められたため、1932年3月12日仮正式制定上申、同年7月6日、92式不評法として仮正式制定された。アメリカ軍に露革された92式不評法と、弾薬刀、及び属品である弾薬箱、用具移動時は、ダウマ一等で検診するか、法が、方針。 車輪等に分解して、ダバ3等で運搬可能であった。さらには、兵士10人で分解して担いで移動することも可能だった。車輪はサスペンションを持たない、鋼鉄製車輪で自動車牽引はできず、このためトラックの荷台か牽引用のトレーラーに搭載する。弾薬は5発入りの弾薬箱に収められ重量は3 0ラムあり。 兵士一人が一箱を担いで運ぶかだば一頭で四箱を運んだ。また専用の砲弾輸送車の開発も進められ、大阪交渉が1931年から1932年にかけて車両を試作し、完成した一両を陸軍府評学校に委託して意見を求めた。続く1933年には北満州での実地試験と、 各師団の意見に基づき修正を加え、翌1934年2月に92式、不評法弾薬者として正式化された。これは、弾薬箱5箱を収容可能な前者と後者からなり、ダバ一等により牽引された。また前者と後車をそれぞれ人員によって牽引することも可能であり、この場合は、車軸両端に英作を取り付けて、牽引の補助とした。 全長は4.259メートル50発分の弾薬箱を含めた、全備重量は512キログラムであった。通常の運用では1門につき、即応弾として20発が砲と共に前進し、続く弾薬分隊20人と合わせて弾薬定数144発を運んだ。砲、本体204キログラムに対して弾薬870キログラムと重かったが、 わずかなダバの他は、多くの場合は、徒歩で背負って運んでいた。野砲、榴弾砲、三砲、気砲、カノン、放射砲などを運用する、砲兵連隊等の砲兵部隊は、トラック、砲兵トラクター、バンバ、ダバなど、比較的恵まれた装備を用していたが、末端の不評部隊は一部の有料装備部隊を除き、弾薬輸送をダバ及び人力に頼らざるを得ないため、日本軍は、 弾薬分隊の人数が欧米に比べて突出して多い。なお、弾薬分隊に配属される人材は、兵役検査で低い評価を受けた体格が良くないものばかりであったため、兵士の苦労は大きかった。第二次世界大戦時、弾薬輸送にトラックが使用されていたアメリカ軍、イギリス軍であれば、1個大体分でも3トントラック1台分の荷物に過ぎないが、 日本軍には負担であった。日本軍が弾薬貧乏と言われ無駄弾を厳しく禁止した背景にはこの程度の小型火砲ですら弾薬輸送の負担に耐えかねていたという問題があった。92式不評砲部隊配備が始まると本砲は不評大隊の大隊砲小隊に2問ずつ配備され連隊砲と共に不評にとって最も身近な火砲となり大隊砲の名で親しまれた。 その小ささ、方針の短さなどから92式不評法玩具に例える例もあったという。また精密射撃に不向きで、おおよその狙い目に着弾するから、大体砲なのだという冗談も存在した。性能不足な面がありながらも、本砲は日中戦争、ノモンハン事件、太平洋戦争において、極寒の北満州から広大なノモンハンの平原。 中国大陸の急峻な山岳地帯、そして南方に至る、様々な場面で常に主力不評法として、不評の傍らにあった。第二次大戦後半、連合軍の反抗が始まると、日本軍は多大な労力を費やして、機関銃や火砲などの銃火器を巧妙に隠蔽された陣地に設置し、本砲も上陸してきた敵軍に対し近距離射撃を浴びせるなどを活躍した。 アメリカ軍は、本法に一定の評価を与え、六角兵器の使用法を記したマニュアルに、本法を載せており、アメリカ軍が使用することもあった。また、中国大陸において、日本軍が降伏した後、相当数が国民党、共産党の双方によって六角されている。人民解放軍は92式不評法のために、砲弾を生産し、1950年代に至るまで、 運用し続けていた。ベトナム戦争に際しても、南ベトナム解放民族戦線によって、少数ながら運用された例がある。92式不評法、牽引姿勢では、車軸のクランクは前側に倒される。前述の姿勢不評随反法は、合計7 5ト、mm、ルで1927年8月姿勢法が完成し、その後よ九1928年3月にかけて、 各種試験を行っていた。同法も、車軸をクランク式として、高、低の両姿勢を持っており、高姿勢ではプラス15度プラス65度、低姿勢ではマイナス5度プラス16度の不良が可能だった。同法はあくまでも姿勢法であったが、前述のように1930年9月に姿勢系不評法の実用試験を行う際、陸軍省兵器局の移行で同時に試験を、 委託している当初はあくまで軽不評法の試験に重点を置き、不評随伴法の試験は10とされたが、同年11月に不評連帯の装備する10不評法に関する論議が起こり、本格的に試験を実施する運びとなった。この結果等も踏まえ、合計 75mm の10不評法は、姿勢重不評法として研究が改めて開始された。 姿勢重不評法は1932年に竣工し、その後各種試験に供されたが、軽量化の要求と精度、安定性等の兼ね合いの問題が解決せず、1934年6月、結局不評連帯法には、当面41式散歩を充当することとされ、姿勢重不評法の開発は中止された。この後も合計 75mm の不評連帯法は、 研究が続行され、一旦は、姿勢97式不評連帯法として試作及び、試験も実施されたが、最後まで軽量化と、精度、安定性、対戦車性能という、相反する要素の折り合いがつかず、採用には至らなかった。AB、日本陸軍の下方不評法対戦車法ほか78ページ。日本陸軍の下方不評法対戦車法ほか79ページ。 ABCD 日本陸軍の火砲不評法対戦者方法ほか52から53ページ。AB 日本陸軍の火砲不評法対戦者方法ほか51ページ。92式不評法弾薬社仮正式制定の件ライ・ベンジャミンチャイニーズソルジャー VS ジャパニーズソルジャーチャイナ1937-38コンバット37 38, p22isbn9 長7814目7282万8200 OTT デビッド・ユーイングフィールド・アーティレリー1954から1973ベトナム・スタディーズワシントン DC デプト・オブ・ザ・アーミー United States Department of the Army, P13,https://history.army.mil/.html/.books/.090/.90-12/.cmhpub90、e. から 12pdf-hat, <H> <ub> 12 92式不評法取扱上の参考。ab, 94式 7cm 戦車法、弾薬仮正式制定の件。 92式不評法、弾薬95式照明弾弾、薬頭仮正式制定の件。92式不評法、弾薬97式公正戦榴弾、薬頭仮正式制定の件。日本陸軍の火砲不評法対戦車法他39から40ページ。日本陸軍の火砲不評法対戦車法他45から50ページ。ありがとうございます。